こんにちはファクトリーギア柏店のイエムです今日動画で紹介させていただくのはこちらアサヒのレボウェイブというシリーズのコンビネーションレンジですねまずはじめに申し上げておきますがこちらファクトリーギアお店に在庫はございません取り寄せ品になってしまいますっていうのもこれ実は僕がちょっと面白そうだなっていうので個人的にあの自分用に買ってみた ものなんですねなんでちょっと1 4ミリのものしか今手元にないんですけれどもなかなか面白い工具ですので紹介していきたいと思います、えー、いいところこちら3つございましてまず1つ目ですねこのレンチのボディ部分にですね見て分かりますでしょうかスリットがこちら入ってるんですねなんでこちら手によく馴染むようになってましてかなりフィット感これ僕かなり好みなんですけれどもなかなか他のメーカーのレンチではこんな 加工してあるのってないと思いますのでこちらはかなり面白いと思いますいいところ次2つ目ですねこのスパナの部分なんですけど槍型形状になってますでこれ非常にあのスリムなんですねなんで狭いところで使いたいなっていう方にはここいいかもしれないですでいいところ最後に3つ目なんですけれどもアサヒさんってかなりレンチあのラインナップしてるんですけれども通常のラインナップよりもこれ あのー、配合とか変えてるみたいで強度が上がってるみたいですなんでさっき言ったみたいに結構スリムめなレンチなんですけれどもかつ強度が欲しいなタフに使いたいなという方にはこちら非常におすすめですねで鍛造技術が非常にあの優れたメーカーさんなので僕好きなのがこのメッキの質感ですねし地のメッキなんですけれども、あのー、ザラザラすぎずでツルツルすぎずっていうのでなかなかこちら肌触りが いいいかなっていうので、まあ、完全に僕の好みなんですけれどもこれなかなかあれですね他のメカにはない感じなのでここおすすめポイントになっております4つ目になっちゃったかないいとこまあいいやっていうのでこちらアサヒのレボウェイブですねあのこれコンビネーションレンチなんですけれども他にもメガネレンチだったりいろいろサイズだったりラインナップございますのでお店でアサヒのカタログ見せてくださいって言うてもらえれば。 あのー、ぜひいろいろ見ることができますので取り寄せになっちゃうんですけれども、あのー、国産の隠れた一品です他の人とかぶりたくないなっていう方には本当におすすめのレンチになってますのでぜひ買ってみては揃えてみてはいかがでしょうか朝日のレボイブぜひよろしくお願いいたしますではありがとうございました